はい、こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日は妻の方が、ちょっと出かけてますので、私が一人でこの間ご紹介した、炒めないチャーハンを作ってみたいと思います。今日はちょっと具を変えて簡単に作っていきたいと思います。それでは早速始めていきます。まずチャーハンの具を準備したいと思います。これちくわです。あとはパプリカの、これなんか妻がちょっとお弁当に作ってたやつなんですけど、それの残りです。これこのぐらいでいいかな。あとは桜エビをちょっと、ボールの準備はもうこれで終わりです。ボールの中に熱々のご飯と具を混ぜていきたいんですけど、ごま油をちょっと垂らします。これで混ぜ合わせます。このボールがフライパンのような気持ちでやるといいという話でしたからね。この熱々のご飯にまず油でコーティングします。こういう感じですね。はい、ここにさっきの具を混ぜます。はい、これをこういうお椀の中に、見えますかね、詰めていきます。お椀に詰めたらしっかり上から押さえます。これをお皿の上にひっくり返します。はい、炒めないチャーハン完成です。仕上げに小ネギが冷蔵庫にあったので、それも散らします。はい、では食べてみましょう。いただきます。うん、おいしい。簡単にできるんですけど、ちゃんとチャーハンの味するんですよね。うん。今日は妻が作っていたおかずを使って、味付けを全くしないでただ混ぜただけなんですけど、最初にごま油をコーティングさせることで味わいがチャーハンみたいになるんですね。あ、桜エビがありました。うん。白ご飯をなんか残り物のおかずで食べるとちょっとね、寂しい、わびしい感じしますけど、これちょっとひと手間加えるとね、立派なお料理になって、なんかいいですね。満足感あります。というわけでね、今日の阿佐ヶ谷夫婦チャンネルは、夫の方、私一人でお送りしました。先日、ご紹介させていただいた炒めないチャーハンをお送りしました。それではまた明日。